こんにちは、競馬エイトの横山です。佐藤です。今週はね、いよいよ秋 G1 シーズン、はい、ね、始まりました。始まりましたね。秋華賞です、今週は、はい、京都。どう？結構ね、まあ、ミッキークイーン、レッツゴードンキー、あと前哨戦があったタッチングスピーチで人気だけどね。そうですね、この3点やっぱりね、人気で、あと、うん、あれか当選ビクトリーか、ここら辺が多分上位人気になると思うんだけど、うん、まずはやっぱりオークスバミッキークイーン、はい、どう見た？いや、調教の動きは良かったと思いますね。うん、前回と一緒で最終域はシーウッドで、うん、販売動員、うん、したらも仕掛けると。どうだった？ね、やっぱね、うん、ちょっと頭高いところあるんですけど、うん、仕掛けるとね、グーッと体進めてね、うん、回転も上がってたし、うん、なんか反応もいいし、なんか前走にやっぱり起きてるなっていうような感じはします。そうだね、飛び大きくてね、まあ逆手前だったけど、うん、まあ切れ味は感じたね、うん、まあ前回と同程度か少し上積みあるかな、うん、そういう感じでね、いい状態では来てるね、はい。タッチングスピーチというのはね、夏勝ってローズステークスまでぶっこ抜いちゃったわけだけど、これどう？まあ、1週前がね、ちょっとふわふわしたんで、うん、そうだね、遅れたね。それに比べてみれば、うん、今週の方が動きは良かったんですけど、うん、どうですかね、大きな上積みとなるとどうなんだろうなっていう。そうだね、脚力は感じたね、うん、体もやっぱり460キロぐらいの馬なんだけど、まあ、それ以上に多く見てる、まだ軸がしっかりしない部分あるね。ちょっとフラフラしてるじゃん、先週も今週も、うん、ね、はい、今週もやっぱり、まあ、動いてはいたけど、ちょっとフラフラ左右に揺れてたんで、まだ軸がしっかりしてないかなっていうところはあるね。まあ、過信はちょっと気持ちは、完成はまだちょっと先かな。そうだね、もしかしたら、うん、使ってってってのあるね。当選ビクトリーと、うん、これも人気よ。うん、そこまではよくわからないかな。これはなんか今週、まあ、うちの時計だと 66.8 なんだけど、はい、まあ、もっと遅く見えたのね、映像が。ただそれだけでも67切るぐらいの時計が出たっていう、うん、あとちょっとまだ線が細いさはあるけどね、うん、ただバネはいいね、やっぱりね。そうですね、それは感じます、うん、直線スイッチ入ってからのすごいいいアクションで走ってたよ、はい、はい。レッツゴードンキ、レッツゴードンキは良かったんじゃない、はい、ちょっといつもちょっと首かしげながら走るとこあるんだけど、うん、今週はしっかり前向いて集中できてたし、ね、まあ、重心も下がってたんで、これちょっと一叩きの上積みはあるんじゃないですかね。そうだね、なんか前回もね、緩かった感じですもんね。そうだね、まあ、しっかり攻めれてるよね、山でやってるわけだけど。あとはまあ伏兵になるんだけど、はい、アンドリエッテっていうのが俺よく 見えたね。あ、そうですね、馬なりでしたけどね、うん、なんか時計以上にすごい姿が、ね、そうね、内からスッとかわしていく感じで、はい、すごいディープらしいしなやかさあったし、うん、で前回はハンドだったんだけど、今回コースで2周連続やってきてるん で、まあ、本番仕様の仕上げしてきたなっていうのがこれかな、うん、あとよく見えたのがクイーンズリング、うん、まあ、馬なり調整なんだけど、ハウはちょっと馬体ベリーね、気にしながらの調整で攻めれないところあったけど、まあ、回復早く順調に溶け出せてるし、すごいなんかホームに無駄がない、うん、綺麗に走るね、このもね、ディープサンクみたいな綺麗さがあるんで、まあ、マンハッタンカフェサンクなんだけど、そういうなんか洗練されたものを感じたね。あとどう？他は？あとはまあ関東馬が、うん、ね、いるんですけど、いますね、いろいろね、リット行ってる組もいますし。そうですね、その中ではどう、注目馬としては、うーん、ちょっと注目したいのはキャットコインですかね。キャットコイン、うん、ぶつけになりましたよ、これは。ぶつけになりましたけど、はい、時計も3本しかないんですけど、うん、時計も3本しかない。ただね、手で、ね、うん、十分乗り込んできたっていう感じですし、うん、あのギャロップのね、うん、1週前の馬体見てもね、なんか、うん、ふっくらしてる、パンね、パンとしましたからね。そうだね、で反応がやっぱね、スッと動きてましたし、うん、なんか変わってくるならこれじゃないかなっていうような感じはするんですけどね。確かに ね、いつも 2,3 本で競馬使ってたんで、うん、まあこの馬の調整方法、まあ育成先でしっかりやって、そうですね、うん、あとはだから中身ができてるかどうかだよね。そうですね、今回は体増えてたね、木曜日増えてましたね、14キロ。そうね、結構増えてたんで、450ぐらいだったかな、うん、あ、そうか、440ぐらいか、一発あるんじゃないかなっていうような感じがします。そうだね、この体を維持できればね、輸送あってね、あとね。そうですね、あとは心の愛っていうのもね、やっぱ春ちょっとチュリプション買ったし人気だったけど、骨折明けになりますね。そうね、これがね、まあ、直線の映像だけ見るとまっすぐ走ってるけど、結構道中悪さしてるのよ、実は映像に映らないところで。そういう意味でメンタル面が春とあまり変わりがない。あ、そうですか。やっぱり距離的な不安があるじゃん、折り合いなんで。だからそこがね、ちょっとまあ調教ね、休み明けなんでしっかりやってきてるんだけど、うん、そこがやっぱりメンタルが変わってないかなっていうのがあるね。ちょっと筋肉
料がまだ戻ってないのが感じするんですよね。あとはディープジュエリーもどうなの、ホワイトエレガンスと立冬で追い切ったけどちょっと遊ばれてたな、ホワイトエレガンス。いや先週もなんですけど、今週もだったんで、なんかね、ギアが一つ入らない感じがするのね。逆にホワイトエレガンスのパワフルでさ、そうです、まあ、相手遊ぶ感じがあってすごい良くなってるなって、ね、あとはもうちょっとね、クイーンズミラグロとかダメよ、モガズミがないね、追い切って、あとちょっと気になるのもいないね。マキシマムとパリっていうのがね、抽選突破してちょっと、まあ荒削りだけど脚力あるなっていうのが今週も大事だ、いずれにしろ上位もね、それなりの仕上がりあるけど、副兵もワンサカいて、まあ負けの時にはね、そうね、面白いレース、面白いレースになりそうですね、まあ追い切りからはそんなところです、はい、です。